はい、今回トヨタのミドルクラス SUV の新型ラブ4の一部改良に関する最新情報について、長安のデザインと改良がスペックで改良点と価格立つ日について紹介していきます。トヨタは8月から10月にかけて一部改良とかマイチェンが多くて、でラブ4も一部改良実施して、現行型で5代目3年前に登場して2019年4月10日で3年以上経過してマイナーチェンジ期ではあるんですけどね、今回は一部改良となっていて、ちなみに去年の累計販売台数とランキングの方がランキングが15位でミドルクラスの SUV としても人気車なんですよね。ハリアーが確か7位だったと思うんですけどね、ハリアーの次あたりに人気がありますよね。まあ、新型エクストエールが登場したんで、ハリアーの次はエクストエールあたりがランクインしてくると思うんですけどね。で、比率、パワートレイン別、ガソリン車3万614台で、ハイビットが1万4940台で、プラグインハイビットの PHV が4040台で、まあ、ガソリン車が一番人気ですね。で、合わせて累計販売台数が4万9594台で、まあ、月間にして4000台近く販売されてて、で、改良後スペック、ベースグレードで、全長4メートル60、車幅1メートル 85.5 で、全高1メートル 68.5、ホイールベースは2メートル 69 で、全幅とホイールベース、ハリアと一緒なんですね。で、最小回転半径は、廉価 X5.5m で上級が 5.7m で、最低地上高が肉は 19cm か4から 20cm まで、でエンジンが2つ、 PHEV 含めた3つで、直列4気筒2リッターのガソリン車、ダイナミックホースエンジンで171馬力 207Nm 21.1kg で、全くハリアーと一緒のスペックなんですよね。で、ハイビットの方は直四 2.5 リッタープラスモーターで、エンジン178馬力 221Nm 22.5kg で、フロントモーター120馬力 202Nm 20.6kg、 リアモーター54馬力 121Nm 12.3kg で、プラグインハイビットのスペックはこんな感じですね。ほとんどハイビット車と一緒なんでスルーして、燃費、ガソリン車が4駆 15.2 キロパーリッターから2駆 15.8 キロパーリッターで、ハイビットが E4 20.3 キロパーリッターから2駆 21.4 キロパーリッターで、でプラグインハイビットに関しては4駆しかないんで 22.2 キロパーリッターですね。で、駆動方式は廉価の X だけがガソリンとハイビットですね、肉があって、でその他のグレードは4駆か E4 で、トランスミッションはダイナミックホースエンジンなんでライデクトシフト CVT で、ハイビットの方は無段変速機ですね、電気式無段変速機、乗車定員は 2SC の5名乗車。特にトヨタ車のミドルクラスの SUV って 2SC の5名乗車ですよね。最近先代までは3列シートの7名乗車があったんですけどね、ハリアとかも。最近2列シートの5名乗車となっていて、まあさすがに来年プラドがフルモデルチェンジした3列シートがラインナップすると思うんですけどね。で、改良点がいくつかあって、1つ目、ボディカラーの一部カラーが一新して、ホワイトパールクリスタルシャインが廃止になって、代わりにプラチナホワイトパールマイカを追加。改良後ハリアと逆ですよね。で、2つ目、メーター内の TFT ディスプレイが拡大して、ベースグレードの X だけが 4.2 インチから7インチへと拡大で、その他のグレード、まあ G とか GZ とかアドベンチャーとかオフロードパッケージとか、7インチから 12.3 インチへと拡大して、で3点目、装備関連一部グレードの編成、
ETC2.0 と NanoEX を標準装備、 DEX のベースグレード以外に前方後方の録画機能付きデジタルインナーミラー、床下透過表示対応のパナミックビューモニターを採用して、コネクティッドナビに対応し、オプションとして HDMI 端子、車内 Wi-Fi を設定して、 USB 端子を Type A から Type C に変更して、置くだけ充電、ワイヤレス充電の出力を向上し、充電の時間が短縮。で、4点目、安全装備のトヨタセーフティセンスの機能を強化。低速時加速抑制機能、緊急時操舵支援機能、ドライバー異常時対応システムを追加して、交差点左折時の対向直進車、歩行者を探知。で、クルコンにカーブ速度抑制機能を追加することで安全性を強化。で、5点目、上位グレードのディスプレイが拡大。X だけが8インチのままで、X グレード以外がディスプレイオーディオのサイズが9インチから 10.5 インチへと拡大して。6点目、プラグインハイビットの PHEV のグレード編成を実施。ガソリン車ハイビットと社名を統一してラブ4になって、ラブ4 PHEV って呼ぶんではなくてもラブ4になるんですね。で、改良前まで設定していた3つのグレード、ブラックトーンをベースにしたシングレード Z に集約して、3グレードか1つのグレード、Z グレードに集約ですね。で、7点目、アドベンチャーオフロードパッケージ2を採用して、現行改良前はガソリン車しかなかったのがハビットにも追加して、で、新色としてブラックルーフ×アーバンカーキー、ブラックルーフ×グレッシュブルーの2と2色を追加して、で、改良後の価格が判明して、ガソリン車から廉価の X だけは肉の設定があって、293万8000円、4区316万9000円、G グレード4区366万6000円、GZ パッケージ4区383万6000円、アドベンチャー4区368万4000円、アドベンチャーオフロードパッケージ2、4区388万4000円。で、2区と4区の価格差が23万1000円で、X と G の価格差は70万以上あるんですね。で、ハビットの方が、X の肉が353万8000円、4区379万1000円。で、G グレード以上は4区で、E4 で、G グレードは430万4000円で、アドベンチャー、430万3000円。G とアドベンチャーだと、アドベンチャーの方が、1000円だけ安いんですね。アドベンチャーフロードパッケージ2が450万3000円で、ガソリン車とハビットの価格差が60万から70万 X と G 比較した場合ですね、60万から70万差で、他のミドルクラスの SUV だったら30万40万なんですけどね。ラブ4に関しては結構価格差があって、で、 PHEV は一つですね、改良が一つになって563万3000円で、発売時期はもう前から言われている通り10月4日ですね。カローラシーズと1日違いなんですかね。だからカローラシーズは10月3日だったと思うんで、はい、今回改良後ラブ4の最新情報として、長い層のデザインと改良後スペックで、改良内容と価格と発売時期について紹介しました。